ーグーはいかんでも、クークルマでは。ひらいちゃん、以前からコメント欄に、顎が歪んでいるとご指摘があって、まあ、いずれ治そうかなと思っていたんですが、ちょっと今週、決心して、病院行きました。顎変形症って言われました。まあ、英語では、顎、歪んでる歪んでる歪んでる。まあ、寝ている時にだけ装着する、透明のマウスピースみたいなの、プリントって言うんだけど、それ入れたらいいって、まあ、ネットで書いていたんで、病院に行ったのですが、なんとそんなの効かないくらい重い症状で、矯正器具を、なんと3年もつけないとダメって診断されました。あ、これやりすぎたせいかもしれません。あ、医者が言うには目立たないタイプの矯正金具もあると見せられたのですが、これは目立つ。しかも3年って、商売上がったりじゃろう。絶望。しかもその3年後、顎を切り裂き、外科手術が必要で、さらにその執刀医は、顔面が半分黒人の無免許医にオペしてもらうので、手術代はなんと。ねえ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 、5000万なんて法外な。そんなの無理でしょ。3年もこんな変な金具つけたら、登録者、ヘルなのでもう諦めました。顎の一つや二つ、自分で治そうと決心しました。てかね、私ね、顎音よりも背骨が変に曲がってると診断されてしまって、まあ、それを最初に治したら、マシになるんじゃねってことでしばらく姿勢を良くします。猫背になったら注意してください。はぁ、体の歪みや心の歪み、あとみんなに見慣れてもらうっていう、その線も捨てがたい。気にすんな。歪んでいるのはお前らの網膜だ。まあ、てな感じで、YouTube がちょっとオワコン化してるので、ぜひぜひベルマークを押してほしい。それだけだ。私からのお願いは、あとグッズと、あとコメントと、あとおすすめの映画とかもコメントしてくれてかったー。